はい、どうも、億万長者翼です。先生、私立幼稚園の正社員の給料について話します。まずこちらですね。職務給が11万4000円、正解金手当が6000円、調整手当が4万円ですね。で、総支給額が16万円ですね。で、健康保険が6500円、介護保険が980円、厚生年金が1万1000円、雇用保険が1200円、社会保険料が2万円、所得税が2600円、住民税が2900円、教材会費が1000円ですね。で、排除金額の合計が2万7000円ですね。で、差し引き支給額が13万2000円ですかね。はい。で、出勤が20日とのことですね。労働時間が158時間。はい。終わります。